どうもどうも皆さん、こんばんは。こんばんは。なんかいつもと違ういつもと違う感じで、もうね、140回くらいやってるのね毎回合わないオープニングっていうのね。はい、今日もね、毎週月曜日21時からイヤホンとヘッドホンの専門店、イヤホンがお届けする情報番組を開始していきたいと思います。イヤホン TV のお時間です。イエイ言ってない毎回バラバラですけど、毎回自分に覚えられないっていう。大体違う。ちょっとあんまり重要じゃないんじゃないか。重要でしょ。分かればいいみたいな。重要。そこはね。そう。うん、はい。では、はい、えらい こっちに寄って。なんか本当だ。はい。じゃあ自己紹介いきましょう。この度課長になりましたっつって。たっくんです。たっくん。課長。はい、イヤホン担当まみなすです。よろしくお願いします。はい、配送担当ゆうきゃんです。ゆうきゃん、ゆうきゃん。はい、今日もいつもと変わらないメンツで送っていきたいと思います。送っていきたいと、はい、はい、送っていくんですよ。はい、はい、うん、ではですね、うん、まずは、うん、ランキングの方に、うん、行ってみましょう。毎週おなじみランキング、うん、ですね。毎週おなじみのランキング。何も受けてない。毎週おなじみのランキングを今日も行きましょう。うん、ではこちら、週刊イヤホンランキング2013年6月3日から6月9日の1週間ですね。うん、ではイヤホン編から、第5位シュア SE215、うん、第4位 JVCK ウッド HAFX3X、うん、第3位ビーツバイドクターアドレビーツツアー、うん、第2位シュア SE215SPEA、 そして第1位フィリップスSH9700-9701 ということで、はい、なんか先週とほぼ先週の3位と4位が入れ替わっただけです。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、でも21号がでもスペシャルと普通のやつが順位が2位とこに入ってる、ね、ずっと入ってるっていうのがすごいですよね。うんうん、ずるいんちゃう。ね、ちょいちょいずるいよな。そう、うん、そうなんですよ。すごいな。はい、ではサクサクとヘッドホン編いきましょう。こちら、週刊ヘッドホンランキング第5位ビーツバイドクタードレビーツ OE スタジオ、うん、第4位クレシン C515H、うん、第3位オーディオテクニカ ATH-T400、うん、第2位ゼンハイザーモメンタム、うん、そして第1位コスポータープロ、うん、はい、どうでしょう。こちらもね、あんまり変わらない。変わってないですね。はい、1,2,3 は変わってないですね。そうですね。ビーツ OE、うん、ね、多いが多いか。そう、うん、先週はね、プロが入ってたんじゃないかな。ああ、うん、なるほどね。ビーツプロが入ってた。はい、ではサクサクとポターン編いきます。こちら、週刊ポターンランキング第5位フィオ E11、うん、第4位フィオ E17、うん、第3位オーディオテクニカ ATPHA31i、うん、第2位フィオ E6、うん、第1位 EK ジャパン TU-HP01、 来たーと。真空管アンプが低価格真空管アンプが1位と。うん、この真空管アンプすごいよ。らしいですね。あの上が綺麗、広域がすごい、うん、で値段はなんと他のアンプの約3分の1ぐらい、うん、半端ねえっていうことで今非常に大人気ですね。うん、コンパクトなのもすごい人気な理由なんですよね。うん、そして緑に光るランプ、うん、男心をくすぐります。うん、素晴らしい。そこはあんま食いつけられないんだね。そこはあんまりないんだ。いろいろ緑に光るよな。結構緑に光るよなと思って。確かに。そこもガッと来て。あ、すみません。意思の疎通が。緑好きなの、ね。そうですね。はい、では据え置きアンプランキングいきましょう。こちら。はい、第5位、フォステックス HP-A3、うん。第4位、オーディンスト HUD ミニ、うん。第3位、ジャブスナノ S、うん。第2位、ジャブス XDDC+。そして第1位、うん、オーディンスト HUD-MX1。うん、うん、ここもあんま変わらないです。ここもあんま変わらない。で、この感じでやっぱ DDC ですねって話してっていう感じの流れはあんまり変わらない。ジャブス強いですね。そうですね。うん、いやー、 XDDC プラスの無双いつまで続くのか、うん、DDC ですよ。だってそうだよ。 DDC がこんなとこなんでいるんだっていう、うん、感じですかね。しかも毎週変わらず、うん、毎週いらっしゃられるわけですそうなんです。すごいですね。うん、ちなみに、はい、XDDC プラスは、はい、Windows の方が相性がいいという噂を聞いたことがあります。おお、そうなんですか。はい、これはプチネタです。おお、はい。
では続いていきましょう。はい、続いて、続いてというか、なんと今回マミタスの気まぐれでトナランキング、週刊ワイヤレスランキング、ワイヤレスランキング気まぐれすごいな、なんかちょっと怖いな。第5位ジャブラスポート、うん、スポート、スポルト、ジャブラスポーツ、うん、スポーツ。第4位プラントロニクス M55、うん、第3位プラントロニクス、まあまあ、マーキュー読めない。マーク2か、マーキーかな。マーク2にしとこう。うん、かっこいいから。うん、マーク2 M165。うん、第2位、プラントロニクス、バックビート5。お、これよく聞いたことある。そして第1位、プラントロニクス、ボヤージャー、レジェンド。うん。うん、おー、プラントロニクスといえば。うん。マトリックスの、うん、モーフィアス、はい、が、プラントロニクスの、ええつけてたんです。すごい、そのネタ、そんな、え、そうなんですか、めっちゃテンション上がっちゃったよ。無駄にテンション上がった。久しぶりに見て。モーフィアス？そうなんだ。モーフィアスつけてると思って。無駄にテンション上がった。なんか、ジャブラっぽいのに。いや、ジャブラだったかもしれない。あれ？いや、ジャブラプラントニクスだったと思うな。いや、でもね、正直、すごい配送でね、すごい件数ですよ。今の、この最近ワイヤレスが、ワイヤレスの人気がすごい。ね、このワイヤレスのイヤホンだけじゃなくて、スピーカーも最近すごい数が出てきてますね。うん、ユイもこの前紹介しましたけど、非常に人気があります。うん、今、勢いがありますね。そうですね。で、まあ、この前、取り上げて、Jバード。Jバード。もうすごい人気で、もう今ちょっと予約中。すごいね。予約中。さすが。リキペルの効果半端ない。あの後だってすごかったです。視聴したいんですけどっていう声がね、多かったですよ。いやあれ音も素晴らしい。そうそうそう。リキペルはこれから来ますからね、確実に。うんうん、だってスプレーしたら完全防水になっちゃうんですよ。そう。半端ない。ティッシュがね。ティッシュがね。家帰って調べましたもん、もう一回。リキペル。リキペル、うん。やっぱすごいんですよ。すごい。あれ、ぜひね。ティッシュが濡れないって、ね、今日のね、これとかにもね、リキペルをつけちゃおう。はい、ということで、ちょっと前置きが長くなりましたが、今日の本題、こちら。ドン。アステル&ケルン AK120 特集ということで、では今日ゲストの方をお招きしています。はい、では、こちらの方お願いします。画面戻しますよ。はい。はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと自己紹介の方お願いいたします。はい。株式会社アユートでアイリバーの営業を担当してます、斉藤と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいですね。毎度おなじみの。前回は、斉藤さんはこちらの、うん。AK100 の発売放送の時にお越しいただいた。もうアイリバーというかアステラのケルンの顔とも言える方ですね。そんなバカバカみたいな。ね、どこのね展示会に行ってもいらっしゃるアイコンのような方になってますけど。私しかいないですか。ということで今日はね、うん、この前発表になりました、うん、AK120、うん、もう発売日が6月15日ということで、すぐですね、もうすぐですね、うん、迫ってますので、うん、最後にもうめっちゃ詳しく聞いてみようと思ってますので、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速いきましょう。はい、まず AK120、うん、コンセプトは、はい、どんな感じですか？コンセプトはですね、AK100 はどちらかといえばコンシューマー寄りなちょっと、製品になってまして、うん、プロフェッショナルの方にも使っていただけるような製品という形で、一応市場位置づけの方はされております。で、まあそこにあるコンセプト、キーコンセプトは、持ち運べるモニタリング環境という形をコンセプトにしています。もともと AK100 自体が前に出演させてもらった時もすごいモニターチックなやっぱり音質であると、うん、そのありのままをやっぱりそのままに出していこうと、まあ音源の違いをこう如実に楽しめるように、うん、まあむしろ音源のを楽しめるようにっていう形がやっぱりまあ基本コンセプトのベースになっているので、まあそれを120ではよりもっとレンジも広く、うん、より高解像に出せるようにと
いうようなところで作ってあります。はい、これがコンセプト。うん、結構今 AK100 との大きな違いというところも含めてね、うん、語っていただきました。はい、結構もうもともと、これ僕も、ていうかこれ私物ですね、僕の。そうです。私物の AK100 ですが、これでも正直めっちゃ音いいです。これまで、うん、僕はアンプを3段、してましたね。アルゴリズムソロを持って、はい、真空管のアンプ持ってたんですけど、うん、それをやめてというか持ち運ぶ頻度が激減。原因がこれですね。最近見ないですね。そうなんですよ、ね、あのね、やっぱね、持つのしんどい。ぶっちゃけた。ぶっちゃけましたね、それ。それ言っちゃダメです。バッグ穴開いちゃって。マジで。そうなんですよ、ね。真空管の角で熱で溶けてきちゃって。穴開いちゃって。で、もう、なんか欲しいなと思って買って、めっちゃ音ええやんってなって、結果持ち運ばなくなっちゃった。うん、確かに真空管なんで、あっちもめっちゃ音いいんですけど、うん、これはこれでこの大きさでこんな音が出るんだっていうのが感動が僕があったのを買ったんですよね、うん、で今回これの上のモデルが出るっていうことでもうグラグラでグラグラでもう心揺さぶま結果予約しちゃったんですがありがとうございます、はい、ここ、まあ、一番の違いというか大きな違い外観上も含めて、はい、さっきのコンセプトにあったモニター用でこっちがコンシューマー用っていうところなんですけど、うん、ここの差を生んでいる原因についてじゃあ今度はお話を聞いていこう、はい、ですね、AK100 も AK120 も実はあの同じ時期に開発はされてまして、AK100 があのそもそも発売になる前にはもうプロトタイプの120っていうのが存在してます。で、まあ、実際にはあの120はその100を作るため の, そのリファレンスとして作られてた、まあ、モデルになってたと。ただそれが製品化される予定自体は、まあ、基本的にはあの微妙なラインだったんですけれども、あのまあ、アイリバーの技術者が、あのとにかく自分の好きなもの出してまえみたいな。そんな感じなんですあんまりこうなんかお金の制約だったりとか期間の制約とかそういうのも無視して、うん、まあ、とにかく自分たちが納得するものを作ろうっていうような動きで、うん、まあ、出されたと。で実際それであの半年ぐらいのその遅れを持ってあの製品化されたというのが、まあ、今回 AK120 になるわけなんですが、うん、あのまあ、大きなその違いとしてはあのダック部分ですね、はい、あのもともと AK100 はボルストン製の WM8740 というような、はい、あの DA コンバーターを積んでるわけなんですけども、それがあのデュアルダックになってますので LR ですね、左右も独立して搭載していると、はい、いうような形になります。要は音声信号を L と R で独立でそれぞれデコードすることでよりあのセパレーションの向上と、まあ、レンジの拡大という形で、うん、非常に解像度が上がるというようなところですね。まあ据え置きだったの呼吸器とかよく使われているやつですけど、いいか大丈夫。いや分かりますよ勉強してましたねっていうようなところになります。はい、はい、まあ、大きなその音質面の違いというのはそこが一番要の部分ですね。やっぱりあのダックの違いっていうのは非常に大きな違いになりますんで、まあ、そのダックのその何でしょうね、メーカーの違いでもやっぱりありますし、あの性能の違いもありますけれども、あのデュアルなのかシングルなのかっていうのは、まあ、非常にやっぱ違いが出るものかなと思っています。はい、では今回見た目的な変更が、うん、正直めっちゃあるわけではない。今画面上ではすごく分かりづらいですね。ちょっと写真用意したのでこちら、はい、こんな感じで重ねると分かるかと思うんですけど、ごくわずか伸びてますね。まあ、寸法を出しましょうか。お、間違えちゃった。寸法は AK100 から縦に1センチですね。うん、89.1 っていうと、はい、79っていうところですね。で横幅厚さは同じです、はい、重さが、縦に1センチ伸びた分だけですね、 22g 重くなってます。ただあの持った感触っていうのはあんまり変わらない。そうですね。で、ただ一番大きな違いというのが値段。そうですね。まず AK100 の方は 49,800 円が通常売価で、こっちの AK120 は通常は12万8000円です
かね。まあ、直販価格はですね。はい、うん、イヤホンさんだと11万8000円ですね。すごく差がある。まあ、約3倍とまでいかないです。それくらい差がある。その差が果たしてここに見出せるのかっていうところですね。そうですね。もうやはり、あの、購買していただくかどうかっていうところは、もうそこにかかってるのかなと思ってますね。はい、で実際にあの、まあ、この場を借りてちょっと一言言わせていただくと、申し訳ございません新しい初めて見た営業さんが謝ってびっくりした何を言わはるかちょっとドキドキしたちょっとやりすぎだったなとは思ってますけども、まあ、正直値段をつけるっていうのは、まあ、僕らがつけてるっていうところではやっぱりないですし、うん、まあ、基本的に僕はあの代理店の営業ですから、うん、まあ、それは売れるに越したことはないのでそれ安く値付けしたいっちゃしたいですけど、うん、まあ、決められた値段の範囲の中で、あの、どれだけ最大限あのいい製品なのかっていうのを伝えていくかっていうのが、まあ、僕らの仕事でもあるというところでは、あの、今回こういう場をお借りして、まあ、席に謝らせていただきましたというようなところで、はい、謝ったら価値みたいな感じがで、まあ、あの、価格のその差については、うん、まあ、あの、具体的に言えなところっていうのはなかなかやっぱりあの述べにくい部分はありますけれども、うん、あの、まあ、大きなところでいくとやっぱり開発期間の違い、まあ、半年伸びているっていう部分と、まあ、元々その製品化ロードマップの中に入っていなかった部分でオフロードからいきなり急遽、うん、出てきたっていう部分もありますと、まあ、そういったところの面からして、なんていう、製造のフォーキャスティングの部分がやっぱりグローバルで販売してますんで、アイリバーは、まあ、そこのフォーキャスティング部分もあのやっぱり狭いっていうのと、まあ、基本的にはプロフェッショナルコンセプトで作られているものなので、あの、まあ、どちらかといえばちょっと業務寄り の、うん、あの値付け設定になっているっていう部分もあるかとは思います。で、ただ、中身自体は、まあ、ぶっちゃけてあまりズボラをされてない作りになってますと。で、実際アイリバーってあの中身についてはほぼ公表しない部分が多いんですけども、あの AK 箔の時点からものすごく中身はよく作られてまして、あの、要は回路をやっぱりズボラしないでこれだけのサイズに収めるっていうのは非常に難しいことであると。で、まあ、それを、まあ、デュアルダックにしたからといって、まあ、基本オーディオってあのやっぱ消去法でどんどんいいものから作ろうと思ったらやっぱでかくなっていくし、まあ、それをどんどんいかに、消去法で削っていくかと、やっぱそれと同時に音質もやっぱ削られていっちゃう部分っていうのはあるわけですけど、まあ、そこをうまくあのまとめた中でこのサイズにまとめきって、で、まあ、実際にはあの AK100 にまあ使われているようなその回路の構成が、デュアルで、いや倍の部品点数を使って作られているっていうところできっちり作ってありますと。なるほど。なので、物自体は非常によく作られてると。まあ、早々、がずっと、なんでしょうね、オプリントの真似をしたりとか、難しいのかなとは。全然真似できるレベルじゃない。なかなか難しいかなとは思いますね。だからこれをよくやっぱり、まあ、世に出すっていう時には、売れるか売れないかっていうのはやっぱり考えて出さないといけない部分はあると思うので、はい、まあ、それを押し切ってても出したっていうところは逆にまあ評価できる部分でもあるのかなとは、まあ、個人的には思ってはいます。ただ、まあ、価格がちょっと高いなと思いますけどね。ただ、まあ、音質に関しては非常によく作られてますんで、ぜひちょっとご視聴いただければ AK100 との違いもはっきり分かると思いますんで、まあ、より上を目指せるっていうところであれば、はい、120っていうのは非常にいい商品だと思います、うん。ね、見た目はそんなに違わないのに、うん、まあ、値段もえらい違うわけですけど、やっぱ音もね尋常じゃなく違うんですよね、うん。これあの AK100 ユーザーが涙目っていうぐらいの違い圧倒的な違いがあるので、じゃあこのどうしたの私どんどんこの音の違いと、あと機能面で結構追加された機能があるので、そちらの方にピックアップしていこうと思います。はい、まず、うん、USB ダック機能っていうことで比較お。ちゃんと作ってきたんですよ。すごいですね。はい、これ先ほどのダックチップ WM8740 が120だと2つというお。で、これから紹介するのは USB ダック機能。うん、AK100 はできないけど120はできる。うん、
この USB タック機能というのは実際どういう機能なんですかね。はい、ですね、もともと今 AK120 自体は、6月の9日に、発表をして、で、まあ、実際に6月9日が今日ですね、すいませんでした、はい、はい、間違えました、5月9日に発表した形になってますけども、はい、ドイツのハイエンドショーで、まあ、発表と同時に先行的に販売されてはいる商品になります、うん、で、実際にはその時点ではプレマーケーになっているので、ファンウェアの中ですねに、基本的には音楽再生の機能、要は AK100 とほぼ同じ機能しか搭載してない状態でした、うん、で実際にはやっぱり販売にするにあたっては機能アップっていうところで、もともと僕らの方に知らされていたのがその USB ダック機能が搭載されているという形でしたので、基本的にはそこまでを搭載させた状態で最低限でも発売しようという形を取らせていただいたっていうのがまず今回ですと。で15日の発売の時点では、ファームウェアが、1.11 というファームウェアのバージョンになってますので、 USB ダックの機能が搭載された状態で、うん、発売になります。で具体的にはですね、USB ケーブル、まあ、付属のマイクロ USB のケーブルでもいいですし、対応するようなマイクロ USB のケーブルを使っていただいて、マッキントッシュもしくは Windows PCと繋いでいただくと、専用ドライバーはいらないので基本的に簡単にドライバーインストールが自動的に始まります、うん、で繋いでいただくだけでもう USB ダック機能として働くようになります。もう Mac も Windows も、まあ、いきます。 Macintosh の場合は10.7.5 以上 OS が必要です、はい、で最大が、96kHz 24bit、 16bit の場合は 192kHz 16bit までが、最大値で、そのまま USB の DAC として使えると。なんかでもなんか何ですかね、僕 AK100 買ってよかったなと思う一つがファームウェアですごい良くなっていくんですよね。だから多分 USB DAC とかも普通になんかその後192とかいっちゃいそうな感じがするんですけどね、そこは期待ですね。僕実際これ使ってみました。ちょうどこの Mac でオーディルバナが入ってたので、うんうん、これ繋いだ画面って見えるのかな。じゃあそっち繋げる。はい、ね、ちょっと待ってね、画面を揺らしますよ。飛びますよ揺れますよ、酔うかもね。どうだろう、映ってるのかな。ちょっとね、画面を見せてほしい、はい、こんな感じで、はい、あ、ちょっと光が反射してもうちょっと近づいて大丈夫です。どうでしょう、ピントが合わない、ピントが来ない真ん中にもうちょっと近づいても大丈夫です。時間が経っちゃうとですよね、なっちゃいますね。もう一回、あ、もうそんなところです、ね、もう一回、あ、また間違えたこんな感じで、はい、どうでしょう。で、はい、これ真ん中選ぶと、うん、お、 USB ダック、はい、見えてますよ。これでパソコン側の、うん、まあ、iTunes なり、うん、オーディルバナなり、うん、まあ、フーバーなりで音を鳴らすことができる。なるほど。でこちらのイヤホンジャックから音を取ることができると、うん、この機能が、うん、AK120 にはついてると。カメラ大丈夫かな。ちょっと斜めですユーキャンが半分しか見えてませんすごい、なの、あ、惜しい、ちょっと斜め。オッケー。オッケー。はい。はい、うん、っていう感じで、うん、本当に繋いですぐ使える機能 USB ダックですね、うん。非常に便利ですね。やっぱり。うん、かつ音がめっちゃいい。一個あるとすごい便利ですね。一台でやっぱりいろいろ兼任できるのは非常に、はい、便利だなって実際にちょっとテストで使ってて。やっぱそれは思いますね、うん、しかも持ち上げもなくていいので光の出力もついてるのでDDC としてもそうですね、使えちゃうっていう。わお、便利、うん、で特にイヤホンしか持ってない人とか、うん、かなりね、そのイヤホンの性能を出し切るダックアンプになるので、外で使うだけじゃなくて家の中で使いたいっていう人にも全然これで全く問題なく使えちゃう商品ですね。これはすごい評価したいですね、うん、
そうですね、やっぱりあの USB ダックとして見たとしてもあのデュアルダック採用してるものってのはあまりないですからね、ですよね。でしかもめっちゃ値段高いものが多いじゃないですか、デュアルになると。はい、さあでは次のトピックに行きましょうか。もう一個話題になった DSD 再生、おお、はい、これが120が対応予定。おそうですね、先日のその、まあ、ヘッドホン祭の時に、うん、まあ、ちょっとあの発表させていただいて、もともと我々の方にも公表できてたのがその USB ダック機能とその DSD の再生っていうところがもともとのコンセプト資料の方には、まあ、コンフィデンシャルの資料の方には入ってましたと。で、あの DSD のその再生については、まあやっぱりお客様からのユーザーさんからのその要望がものすごく多かったというところで、なかなかあの WM8740 自体があの DSD のデコードに対応していないっていう部分はあるので難しいだろうとずっと思ってはいたんですけれども、あの強く要望を出してた結果、あのなんとかファームウェアの方で対処するというような話がありまして、でまあそこで対応させていくと。だからあのネイティブかどうかっていう部分に関してはあの正直その辺に関しては何とも言えない。まあぶっちゃけその USB あじゃない、DAC の部分でデコードできなければ、ハードウェアでデコードできなければあのネイティブではないっていう話なのであれば、あの PCM 変換になる可能性はあります、うん、ただそれがあの1ビット 2.8 メガが 176.4kHz 24ビットで PCM 変換もしリアルタイムでできたとすれば、まあ、大体同等ぐらいの音質ではいけるので、うーんっていうところですね。なぜ DSD なのか、 DSD なのかなかなか難しいですけどもそうですね、 DSD のフォーマットはあの何でしょう、最近よく認知がいろいろ待たせて上がってきてはいますけれども、あの再生できるかできないかだったら再生できるに越したことはないわけですね。やっぱりあのハイレゾ配信自体のそのサイト、イオン協さんだったりとか元鳥さんとかもそうですけれども、あの PCM の、音源とはまた別にやっぱり DSD の配信もされてるわけなので、まあ、DSD の音っていうのは非常にやっぱ特徴的な部分もありまして、まあ聞いて多分一発で皆さん多分 DSD のか PCM かって結構分かりやすいとは思うんですけれども、DSD の音質をもし再生できるのであれば、いちいちオーディオゲートとかで変換して持っていくのもやっぱりめんどくさいですし、まあもともと DSD で購入してる音源をそのまま持ち運んで再生ができるというようなところがあれば、ポータブル機としての利便性は上がるであろうというところですね。こちらの対応予定とかって決まってはるんですか？そうですね、今、まあ、ID1 の自走数にもやっぱり限界があるので、今は AK120 のその USB ダック機能の部分と、あとまあ AK100 の方ですね、のファームウェアを今一生懸命やってるわけなんですが、まあ、その、同時進行で一部の、R&D チームの方でファームウェアの方をやってますと。で、まあ、夏ぐらいをめどにアップできるようにしていこういきたいなというふうに。夏、はい、もうすぐですね。あ、もうすぐですね。今年めっちゃ暑いからもう夏みたいな。もうすぐです。いいですね。まあ、できれば夏休み前にはやりたいです。夏休みに DSD 聞けるっていう。間に合えば。間に合えば。間に合えばやりたいです。ただ検証が大変そうです。はい。じゃあちょっとこの表に戻っていきましょうか。次、内蔵メモリー、うん、64GB、 AK132GB、 はい、半分、まあ、この容量を増やした理由ってのはあんまり聞くまでもないかもしれないですけど。そうですね、やっぱり高音質な音源になればなるほどやっぱり膨大な量にデータ容量になりますし、仮に 192kHz24 ビットで 64GB 内蔵メモリーにギチギチぶち込んだとしても大体300曲入るか入んないかぐらいですんで、やっぱり音源自体が高音質化してからすればするほど情報量がやっぱり多くなると。で、まあ、そこに対応させるにはできる限りやっぱり大きい容量を積んどくに越したことはないっていう形ではありました。ただやっぱり難度フラッシュのその価格っていうのはものすごく差が激しくなりますんで、AK100 の方はやっぱりそこの何でしょう、よりその
普及させる、およびそのコンシューマーの方にその配列を認知させていくっていうところの部分においては、32ギガっていう、まあ、コストパフォーマンス的にもいい部分と、より使いやすい部分っていうのを選んでいった部分はありますね。ただ、なんでしょう、120の方はそういう、もう、こと一切何も考えてないんで、とにかく大容量一番いいものと今あげられるっていうところですね。はい、そしてもう一個嬉しいトピックが、この対応 SD カードが120だとマイクロ SD と SDHC、そして SDXC、うん、ちょっとこの SD の規格は容量別に分けられていて、うん、XC っていうのは 32GB 以上、うん、ということで、うん、ただね、フォーマットがやっぱ違いますからね。パッド32の、まあ、フォーマッターがかかってるのものだと、まあ、AK100 でもグラテク使ってみんなやってますけども、はい、64GB でもパッド32にしなければ、認識できないという形ではありますけど、AK120 の場合は EX パッドのままで読み込みができるので、なんでしょう、そのまま、買ってきてそのまま 64GB 挿せば、そのまま認識していけると。いう形ですね。で、まあ、保証が効いたままで使えるということですね。で、結果、まあ、64で192っていう。わお。192って iPod クラシックでもね、うん、容量が多いからっていう理由で買ってる人もいるわけで、うんうん、そうですね。まあ、ハードディスクの良さっていう部分はありますけどね、うん、あっちあっちの。ただ余裕で32が超えていくっていう、うん、すごいですね、うん、そういったところも、まあ、ユーザーとしては嬉しいところですね、うん、僕も AK100 使ってるんですけど32なので、うん、96で、まあ、ちょうどいっぱいぐらいなので、うん、ちょうど買い替え時だったのかなって感じしますけどねはい、じゃあ次行きましょう。来ました、待望の機能、ギャップレス再生。はい、ギャップレス再生。一応ギャップレス再生は120の方はデフォルトのファームウェアで対応してますんで、ノンストップ CD だったりとかクラシックとかで、うん、切れちゃうっていうところはなくて、うん、そのまま連続で再生されていくとい うような機能がありますけども、一応先ほどの比較表の中だと AK100 はバッテンついてますけども、まあ、もう公式で発表はしている通り、AK100 ももうすぐ、もうすぐ、本当もうすぐ、本当もうすぐ、なんでしょう、ユーザーさんの方にそういうのを出していけると思いますので、うん、もうちょっとお待ちいただければなという部分ではあります。すごいですね、そう、AK100 ギャップレス再生対応したらもうね、他何が不満あるのっていう話になっちゃうんで、すごい。ちなみにギャップレス再生ってご存知ですか ね、この曲と曲の間がフェードアウトとインがこう重なる感じの、そうですね、この再生画面のところから、右下にあるマークを押すと、うん、イコライザーとギャップレスという項目が出てきますので、うん、どこ押せばいいんでしたっけ、あ、ここですね、素人がおるぞって結構ギャップレス再生できないんですかっていう声も多かったですからね。ギャップレス再生のオンオフをこちらでやることができますと、うんうん、これはいいですよね、本当に、ね、じゃあこうやって、うん、ここ、そこですね、もっと近づけても大丈夫、うん、戻りましょうか、はい、ここのここですね、うん、のここです、うん、ギャップレス、ギャップレスはい、そうDJ 香りシリーズでしょDJ 香りシリーズ聞くときにはギャップレス再生必要ですね。あとライブ音源とかもそうですよね。ね、かなりこれは、そう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 、すごい厳しい意見。ギャップレス再生当たり前機能だよって。おっつ。おっと。おっと。はい。ライブ音源とかだとね、わー、わー。あれめっちゃ気になりますね。なるなる。もうそこだけすごい気になって。なんやねん、このマーってなりますよね、うん、一番最初やっぱりAK100 発売時点の時にはギャップレス再生の話ってすごく多かったと思うんですけど、うん、その当時の回答の方法としてはハードウェア的に対応しないっていう話しかやっぱできなかったですね、うん、で実際にはソフトウェアでもやっぱり対応できるわけなんですが、うん、まあ、あの時ハードウェアでしか対応ができないって言った理由として
中身のそのファームウェアを入れるそのシステムの部分がやっぱりギチギチに詰まっているので、はい、まあ、そこをちょっとあのなんですか、効率化して、はい、あの出し直そうというようなところが、まあ、AK100 の話になっちゃいますけど、うん、まあ、次のファームウェアですね。はい、はい、ということで、うん、キャップレス再生は AK100 も来ると。やったね、嬉しいですね。やったね。はい、うん、はい、じゃあ次行きましょう、うん、次はバッテリーを AK120 2350mAh なのかな、うん、AK100 から350増えてます、はい、バッテリー容量をアップした理由としてはあのデュアルダックなのであのやっぱり消費電力がアップすると、うん、その分だけ、はい、ただあの連続再生自体は14時間と、はい、いう形になります。これはあの 44.1kHz16bit で、まあ、連続再生した場合の目安時間になります、うん、で AK100 の方は公表時点で、16時間になりますけれども、はい、ただ実際に AK100 も120も実使用の内容でいくと、うん、実際には再生があまり差がない形になります、うん、で実際なんでかっていうと理由としてはもともと音量の取れ方が違うので、うん、公表しているその測り方自体がボリューム37をベースにしてあの連続使用 の検証をかけてるんですね、うん、なので、AK120 の方だとあの音圧が非常に強い要は質がより高くなってる作りになってますんで、うん、まあ、これからちょっと話す内容にも入ってくるんだと思いますけど、うん、あの出力が上がってる分だけ音量が取りやすくなってますと。なのであの同じ音量で聞こうとした時に AK100 の方がボリュームを上げないといけないと思うと、うん、っていうところで考えるとほとんど再生時間としてはほぼ一緒になりますね、うん、実使用の体験から聞くとになりますけど、うん、はい、AK100 買っていいなと思ったらバッテリーの持ちが好評とほとんど変わんない。そうですね、ちゃんとそこは試験してやってますからね。結構あのプレイヤーによってはね10時間って書いてない5時間しか持ってなかったりするんでなんでやねんと思うの。であの中期のところにいろいろ細かく試験しますからね、うん、法的に抑えて何々形式とか、うん、もう結構大阪にこうねお前来いやーっ て呼ばれていくことはあるんですけど、大阪行って新幹線乗って帰ってくる、うん、この行き帰りで切れちゃうと僕すごい慣れちゃうんですよ、うん、もう新幹線の音楽の中で何したらいいのってなっちゃうじゃないですか、うん、それはね AK100 は2回くらいでも大丈夫だったこれすごいですよね、うん、これも結構、まあ、信用できるというか、うん、非常にこういった点もありがたいところですよね、うんうん、はい、そして、うん、まあ、寸法重量は、まあ、さっきお話があったけど、うん、インピーダンスこれちょっと詳しく説明していただいてもよろしいですか。はい、インピーダンスって、ですね、このイヤホンの出力のところにあの抵抗を挟んであるわけなんですけれども、挟む理由としてはいろいろあります。正直、まあ、あのこの場で言うことでもあまりないと思うので、ただ基本的に低ければ低いに越したことはない形になりますと。あのオーディオの基本だとやっぱりロー受け、あ、ロー出し配受けっていうのがやっぱ基本になりますので、低いに越したことはない。低ければ低いほどあのマルチ BA なんかとは周波数もやっぱり合ってきますから、うん、あの非常に音も良くなっていく傾向にはあるんですけれども、アイリバーっていうメーカーはあの何でしょう、グローバルでやっぱり販売してるっていう部分もあって、はい、でもともと AK100 はその出力インピーダンスが22オムっていう抵抗値が挟まっていると。で、ただ AK120 に関しては3オムであると。でここはあの音質にも非常に絡む部分、もうこれは聞き比べてはもう一発で分かる、うん、あの違いが出るわけなんですけれども、やっぱり世界で販売するっていうことはあの各国 その基準にやっぱり合わせたあの仕様にする必要があると。でそれでやっぱり量産をかけていかないといけないので、やっぱり音質を若干殺すことにはなってしまっていると。ただそれはあのメーカーとしてお客様に対して保証しなければならない部分っていうところはやっぱり守っているというような形にはなりますね。ただそれを AK120 の方では3オームまで落としたっていうことで、どちらかといえば AK100 でそのお客様のユーザーさんがその上げてった要望を、まあ、僕らとしても伺ってこうフィードバックしてったわけなんですけど、まあ、それがうまくちゃんと反映してやってくれたというところはありますね、はい、
これがインピーダンスの17音の差の理由ということです。もともとやっぱり出力が高いので、ポータブルキーでそのまま出力が高いのまま使用すると、その難聴の話だったりとかですね、うん、まあいろいろ法的な問題が出てきたりとか、うん、やっぱりあるわけなんですけど、うん、まあ、その部分を、ある程度なんとか許容の範囲の中で最大限やってくれたというような形ですね、うん、はい、19音目ですね、これ、うん、引き算できないのかって言われちゃいますね、うん、無理した今どうした、20やと思ってますよ。はい、はい、で、ここからは、うん、オリジナルな質問じゃないですけど、おちょっと攻めてみようかなと思って、お、ハイレゾプレイヤーといえば、おアイバス HDPR テイヤー HM901 ハイファイマンありますが、そこら辺とのこう関係性というか、ポジショニング、ポジション、あと目指してるとこというか、どういう違いをこう打ち出して。そうですね、もともとあのマイワイマンさんとかが出てた、発表されてて、まあもうすぐ発売になるよっていう頃自体に発表になったわけですけど、うん、実際狙ってやってるわけじゃなくて、実際にはあれ狙ったわけじゃなくて、たまたまハイエンドショーがあの時期にあったからっていうところがあるわけなんですけど、アイリバーのこの AK120 については基本的には僕もちょっとツイッターでこう言ってはいますけども、あまりなんでしょう、他社競合のことをあんまり考えてない。もうとにかく自分たちが作りたいものを作ろうっていう意向で作ったような商品になっていて、位置づけの違いとして、まあ僕ら代理店が考える位置づけの違いとしては、まあなんでしょう、やっぱプロフェッショナル用途であるっていう部分がやっぱりコンセプトに入っている以上、やっぱモニター的な音質の部分っていうのをやっぱり強調して押していくというような形にはなりますね。だからありのままをやっぱりそのままにっていうコンセプトはそのまま素で持っていくと、音源の持っているその音楽性の豊かさであったりとか、まあ、そういったところを素で出していくような、まあ、商品であった。実際には色的にはやっぱり非常に薄く作ってある、もうそのまま出すと。であとは基本的にはイヤホンであったりですとか、ヘッドホンだったり、つなげていく外部機器によって、まあ、柔軟に対応させていくというところのコンセプトは変わらない。音源はやっぱり出力させるものはソリッドな音であったりですとか、シャキシャキした音ではっきりやっぱり出力させてあげた方が、まあ、アイリバーの考え方ですよとしては、そのまんま音源に忠実に出しやすいと、解像度も非常に出やすいと、うん、いうところをアイリバーはやっぱりやっていこうとしている、うん、まあなんでしょう、各メーカーによってこれがやっぱり最高の音であるっていう思ってるところっていうのはやっぱバラバラだと思うので、うん、まあ、各それぞれ好みの音っていうのは非常に存在すると思いますし、そのユーザーさんにとってもどれが一番音がいいっていうのはやっぱり存在すると思いますし、うん、まあ、逆に言うとそれがあるからこう聴き比べて楽しいっていうのもありますし、まあそれぞれいいところもあると思うんで、うん、はい、たくさんやっぱ視聴して聞いてみて、ね、そんなポイってこう払えるお話たくさん視聴してやっぱり選んでいただければなと、うん、その中で気に入っていただければいいかなと思ってます、うん、はい、ということで、うん、いろいろと紹介してもらったので、最後に質問タイムを取りますので、質問などあれば、そちらの方に投げていただければ、はい、拾っていきたいと思います。で、ここで、嬉しいお知らせ。なんと。なんとね、これまで、はい。これですね。実は予約特典という形で、はい、ボンジョビの新しいアルバムが、特典に40名様に、出てくるという話やったんですが、はい、40名の予約一瞬で終わってしまいましたので、早かったですね。あっという間でした。ありがとうございます。ですね、斉藤さんおかわりっていうことで、うん、なんと気を利かせて、ちょっと人数を増やしていただいたんですよね。で、なんと40名が90名にという形で、すごい。ありがとうございます。はい。90名の方にこのボンジョビの、まあオリジナルの CD じゃないんですよ、これ実は。そう。そうですよ。マイクロ SD カードですよね、うん、はい。SD カードに入ったものになります。こちら90名の方ついてきます。が、しかし。しかし、これ言っていいのかな、予約数90名ちょっと超えちゃってるっていう。すいませんっていう。ありがとうございます。おかげさまでということ。おかげさまでですね。はい、非常に人気のある機種。はい、まあ、うん、おそらく大丈夫だろうっていう方、ね。
いると思いますので、うん、お渡しはできるかと思うんですが、これからの方ちょっとごめんなさいという形に、はい、そうですね、なってしまいます、うん、これいいですね。ハイレゾ聞くとやっぱり違いが分かるプレイになって、うん、いいですね。なんでしょう、いいところ悪いところってあると思うんですけども、どんな音源でもやっぱりよく聞かせてくれるっていうのは素晴らしいプレイヤーだと思うんですけど、いいものはいい、悪いものは悪いってはっきりやっぱ区別つけてしまうっていうところに関しては、まあいいか悪いかっていうのはお客様およびまあ我々の判断にもなりますけど、まあ、それがやっぱり好みの方っていうのは非常にマッチする商品だとは思いますね。その音の持ってる音楽性っていうのはそのままやっぱり出せるっていうのは、あまりこうオーディオ的と言っていいのかな、なんて言うんでしょうね、こうオーディオプレイヤーとしてあまりなかった感じはありますね。それがアステル&ケールのそのシリーズの特性というか、コンセプトというか、っていうところにはあるかなと思います。はい。さあ、じゃあちょっと時間があれなので、告知させてください。うん、ごめんなさい、なんか商売系出てすみません、はい、こちら。エゲ120をお得にゲットする2つの方法っていきなりこれに入るんですけど、実はエゲ120当店では通常販売価格11万8千なんですが、はい、ちょっとお得に手に入る方法があると。なんだって。1、オーディオプレイヤーを売ってお値引き。2、イヤホンヘッドホン同時購入でお値引き。単純明快、はい、じゃあちょっと中身見ていきましょう、うん。こっちめっちゃ入ってなかったですね、すいません、うん、AK100 だと1万円引きで、うん、はい、その他のプレイヤーだったら5000円引きとなります、うん、これ両方併用っていうのができないので、うん、基本的にはその高い方が適用となります、うん、どっちかってことです。そうですね、はい、でまあこれは今 AK120 ご予約いただいている方にももちろん適用になります、うん、はい、はい、そしてどうしたねこれは流していきましょう、うん、はい、はい、では次、イヤホンヘッドのセット購入でお得に買おう、うん、AK120 とイヤホンヘッドの同時購入でセット割引として5000円の値引きを適用させていただきます。お1枚以上のイヤホンと AK120 を同時にカートに入れてください。これウェブの場合ですね、うん、注文確認後金額を修正いたします、はい、コンビニ決済や、ごめんなさい、コンビニ決済は注文金額の修正ができないのですいませんがご遠慮ください。はい、さらに、お、AK120 と SE846 合わせて買うと、うん、217,800円、199,800円、高いわっつって、うん、でも18,000円引きなので、もう、うん、もうどっちも買っちゃうよっていう人は、うん、ぜひこちらで手に入れてください、うん、はい、ね、さらにガンガン予約入ってますからごめんなさい、はい、余計に、はい、はい、あとこちら120と UE900、うん、こちらの同時購入だと、通常通常157,800円が148,820円で8,980円引き、うん、この辺も音入ってますか、ね、入ってます、はい、ごめんなさい、画面切り替えるタイミングで一回音切れちゃうみたいなんです、うん、すいません、申し訳ない、はいでこちら、シワ SE535LTD だと16,800円が15,800円で1万円引き。わお、これ結構人気でそうですね、うん、そしてこちらイヤホンの方が安いけど、う
F120 と SE25SP だと通常12万7980円がこれは12万1980円、やりすぎ、1000円引き。ここで気がついた、あの、うん、縦に2つ並べればよかった。そうだね、はい、うん、こんな感じで、IE80、うん、そして J-Phonic K2、 こちらもお値引きになります。はい、さらに、うん、エティモティックリサーチにヘッドイヤー、うん、最後はうん、ということで334、うん、めっちゃお得やんっていうことで誰ですかこの男前は一体。韓国の韓国の方あ、韓国の人か、うん、はい、通りで通りで、こんな感じで。ごめんなさい、ちょっと音がね途中で途切れちゃうんで、申し訳ない。すいません。たっくん、じゃあ今もいろいろですよね、質問が来てるんで、ね、じゃあどんどん行きましょう。じゃあ、 あのね、これから引こうか。あのさっき、あの佐伯さんがあの謝罪したシーンでまずポンって上がったのが、売れないとお考えですか、うん、ちょっとこれ気になったんであの逆にあの多分僕みたいなあの営業の立場にこういてもらえると分かると思うんですけどそもそもこうこの何本在庫しようかっていうところの考えが、うん、自分の首を吹っ飛ばすかどうかの感覚になるので、うん、この辺はちょっとなかなか難しいところですけど、やっぱり最初はあの価格の価格なんでね、やっぱり厳しい部分はあるかなとはやっぱり思ってました、はい、まあ、でも思ってます。ただ僕ら代理店の仕事っていうのは、あの目を盗んでどれだけお得に、うん、ユーザーさんに還元できるかっていうところなので、うん、まあそこはあのイーヤーさんもうまくなんとかうまくやってくれてるまあでもやっぱいろいろこれに関しては主張してもらってなんぼですよね。これ絶対違いますもんね、うん、明らかにすごいと思 う、そう。なるほど。じゃあ次、AK120 の曲の管理はっていうことなんですけど、はい、iTunes との兼ね合いはっていうのも一緒にちょっと質問できてたんですけど、うん、今まで通りもうぶち込んでいく感じで。そうですね。基本的にあの AK100 も AK120 もあのドラッグ&ドロップで、本体でのデータベース更新っていうのが基本的な使い方になります。うん、で AK100 は後からあの AAC とか ARAC とか AIFF の対応ファームっていうのを出しましたけど、うん、AK120 はもう最初からあの全部対応してますんで、うん、それであと今まで使ってたフォルダーをそのままミュージックのフォルダーの中にどしっと入れてもらえれば、うん、あとはそのまま聴けますと。なるほど、はい。次、USB ダックとして使用しながらの充電はできますか？バスパワーになりますんで、充電しながら、うん、あの使えるようになります。だから一応ちょっと一部のユーザーさんとかあの、うん、からはあの繋いだ時にそれバスパワーを切れるように、うん、オンオフの設定が欲しいなんていう、うん、話なんかもあったりするので、る、うん、まあ、ちょっとその辺はあのおいおい少しずつフィードバックかけてすごいねすごい、まあ、それができると、まあ、とある使い方ができたりするんで、あ、はい、とある使い方それって今聞いちゃダメなんですけど聞かん方が嫌なんですかね。アイパーで、じゃあ一応その光出力っていう機能もついてるんですけど、ボタンの利用っていうのはあまり考えてられないのかっていう、単体プレイヤーとしてがメインで考えられてるんですか？そうですね、 AK100 と AK120 のその立場的な違いでいけば、直差しの音質にどれだけの価値を見出せるかってところがやっぱり購買起点になるかなと、うん、やっぱり思いますね。単体運用をやっぱり重視してあの作り込んであるのが、AK120 になるので、あの実際にそれを光で出力させてしまうと場合にはAK100 も120もあまり大差はやっぱりなくなっちゃいますし、うん、あの外部のやっぱり DAC であのデコードするっていう場合にはあの SPDIF で抜くっていうところだったらば100も120も変わらないので、うん、ただ単運用であれば100でも十分なわけですね、うん、実際には。だから単品で、単独の高音質をより求めていくっていうところであるのであれば120の方で、うん、っていうような、まあ、住み分けができるのかなと思います。はい、そうですね。じゃあ、これが最後ぐらいかな。AK100 も今後ちょっと AK120 のメニュー画面になるんですかっていうことなんですよ。こう、はい、じゃあ
じゃあ、持ちましょう。持ちますよ。これが新しい。うん。あれ？いや、あれ？100なんですよ。本当だ。なんと。あれ？120の同じ画面に。お、お、お。おぉ再生までついてなるっていうことですね、じゃあこんな感じで今後、まあ、ちょっとまだあのバグがある部分もあるのでもうちょっと詰めてその予定ですね。そしてもう一個面白い機能が出てくるとか来ないとかっていう感じでご期待ください。そこまで突っ込まないですね。なるほど、そういうことで、うん、これはね、すごい100位もう捨てたもんじゃないっていう感じですよね、全然。うん、はい、まあ一つはなんかちょっと要望的なことなんですけど、プレイリストの制作とかちょっと編集機能の向上っていうことなんですけども、はい、これに関しては今後何かお考えになるっていうこととかないんですか？あの僕もやっぱりツイッターとかでいろいろやらせていただいていて、でユーザーさんの方からもやっぱり直接あのお話もいろいろいただいてるので、その辺は全部ある程度まとめて全部投げてはいます。だからどれだけ実現するかっていう部分はやっぱり難しいので、うん、あの今やっぱり iTunes 使われてる方っていうのは非常に多い部分があるので、うん、あのただ iTunes と同期ってなると非常にこう、うん、権利が、まあ多分無理、うん、例えばその iTunes 制作されたその何でしょう、もうこれも1ユーザーさんから得たアイデアですけど、その、うん、iTunes で作られたそのプレイリストのそのファイルをそのまま移植してそのまま例えば使えるようにできるとか、まあ、例えばそういうところがもしできたとすれば非常によく使い方も良くなってくる、うん、まあ、プレイリストがそのね、やっぱり曲が多くなればなるほどそれの管理が非常に大事になってくるので、まあ、そこがちょっと作りにくいっていうのは今やっぱり弱点ではあると。それはリバーもやっぱり認知はしてるのはしてるんですけど、うん、まあリソースの関係とあとソフトウェアの部分がやっぱりなかなかまあ、アイリバーもアイリバープラス4っていうちょっと非常に使いにくいソフトをあえてまあ僕らもつけてないですけど、まあ、そういうソフトは出してはいますけど、まあ、それを何でしょう、改善をしていくにもちょっと外部で作っちゃってる状態なので、なるほど、なかなか難しいところでありますが、可能な限りフィードバックしています。はい、はい、なるほど。もうそれができちゃったらもうやばいなっていう、うん、すごいですね。とどまるところを知らないというか、うんうん、どこまでも進化していくような感じがします。ある程度、ね、やっぱり機能のところってのは行くところまで行けば、あとは使い勝手の部分をどれだけ向上させるかっていう部分になると思うので、まあ、そこはずっとやり続けて、はい、AK100 も AK120 もずっとそのままずっと行きます、ね、はい、ということで、ね、どっちも残るということで、うん、しかも100も魅力的な機能も追加されますし、うん、120ももちろんね、そのブランドのこれだって音をもう具現化してるモデルなのでね、うん、はい、そう、多分 AK100 もね、中古もっと面白くなってくると思うんですよね。そうですね、それも狙うのもいいです。もうどっちも楽しめるんでね、うん、非常に面白くなってくるかなと思います。あと他のメーカーさんも多分この AK100、120の勢いを見てたら黙ってないと思うので、そうですね、プレイヤーがますます面白くなってくるんじゃないかなと思います、うん、ということでちょっと紹介しきれなかったところもね、こう、そう、革靴作ってるメーカーがケース作ってるんだよとかもいろいろいっぱいあったんですけどそうですね、はい、そうですね、ちょっとお時間来ちゃったのでここら辺で、かわいい、はい、じゃあ斉藤さん今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いしますでもいろいろこれからも、うん、いろんなところでご覧になる顔だと思うのでぜひ覚えてね、うん、お願いします。話しかけていただければと思います。はい、はい、さあ、じゃあ今日の放送はここまでということで、はい、締めましょうかまた音とか聞いた感じが今日全然言えなかったので言うじゃん100のケースに120なんでなんでもう斉藤さん引いちゃってるし、うん、はい、はい、音とかブログにも結構上げてますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。
来週は、はい、おっと画像間違えた、うん、来週こちらまた音声が来週はウルトラゾーンエディション12特集です。出た、綺麗なお姉さんが来られるそうなのでぜひご覧ください。やったー、ニヤニヤしちゃってニヤニヤしちゃうと、はい、はい、では、はい、このままフェードアウトしましょうか。そうしますか。はい、ではまた来週も見てくださいね、はい、ではさよなら、バイバイ。ズズチャズズチャズズズチャ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 、AK AK さよなら、バイバー。 AK 逆に50とか出ないですか。その安いやつ買えないです。もう苦笑いで終わるっていう。でもお前帰っていいです。どうぞ、あと出したら参ったな。まさかこんな全然ネタもない放送で参ったよ。さよなら、バイバイ。